私の番ですね。俺の番。してみろ。やめんなよ。叩きなめ。いくぞ。気上がれ。行くぞ。どうしたどうした。勝てると思って。遊んでくんない。俺の番だな。かかってこいや。やめんなよ。やめる。私の番だ。高さ、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、順平には悪いけど今回は。バカ野郎、てめえらそんなあっさり順平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しまった順平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで殺されますって。そこのお兄さん、もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか。え、ドラゴンカートってなんだそれ。ドラゴンカートは最近流行っているカートレースのことですよ。遊園地とかにあるゴーカートはご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊んでるほど暇じゃねえんだ。また今度な。待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。このドラゴンカートは違うって何が。
平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台にスリリングなレースを繰り広げるのがこのドラゴンカートなのです。横浜でスリリング？そうなんです。ここで乗るカートは装備をアップグレードすることでライバルに攻撃を与えることができるんです。ライバルに攻撃だって？当然ライバルからも攻撃を受けることにもなります。カートの耐久性にも限界がありますからね。走行不能になると動けなくなりタイムを大きく落としてしまうのでご注意を。なんだかゴーカートという割には随分と過激だな。だからドラゴンカートなのですよ。他にも走行中に拾ったアイテムを使って有利にレースを進めることだってできます。ありとあらゆる手段を使ってトップを目指す。どうです、だんだん興味が湧いてきたんじゃないですか？確かに速さだけじゃなくて強さも競うってのは結構面白そうだな。速さを取って逃げ切るか、強さを取ってライバルを蹴落とすか、そんな自由な選択もまた魅力の一つです。最初はこのノーマル状態のカートからスタートになりますが、アップグレードすることで強化も可能ですよ。まあとにかく実際に乗ってみた方がもっとドラゴンカートの魅力を分かってもらえるはずです。時間があるならちょっと乗っていきませんか？ドラゴンカートか。横浜でスリリングなレースができるってのは面白そうだな。少し遊んでいってみようか。よっしゃ、それじゃあやってみっか。ぜひ。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はここでドラゴンカートの受付をしている藤沢と言います。俺は春日一番店だ。よろしくね、藤沢さん。よろしくお願いします。では早速カートに乗ってみましょうか。おう。ぶっちぎってやるぜ。どけ、前の道だ。お先に失礼。早いじゃんか。小さい高速で成り上がるぜ。
初めてのカートは楽しめました？なあ、なんつうか普通の車を運転すんのとは全然ちげえな。確かにこいつはスリリングで楽しいぜ。気に入ってもらえて何よりです。次からはぜひ大会にエントリーしてみてください。今とは比べ物にならないくらいド迫力のレースをすることができます。エントリーしたくなったら私に話しかけてください。他にもタイムアタックやカスタマイズも受け付けているので、いつでもお待ちしています。うん、わかった。お、さっき走ってたおっさんじゃん。ん？ほんとだ、お疲れ様です。ふん。やあ、直樹さん、愛さん、浜の海さん。あいつら、寒くねえのか。お疲れ様。皆さんもいい走りっぷりでしたね。そうっすか？さっきは実力の 1% くらいしか出してねえっすけど。あなたは新入りさん？紹介しますよ。彼は春日一番さん。今日初めてカートに乗ったんです。へえ、そうなんだ。じゃあ今度大会で当たるかもね。でもその時は潰しちゃうから。今のうちに念仏でも唱えておくで壊すよ。じゃあな、ルーキーのおっさん。ま、死にたくねえならおとなしく観戦してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから覚悟しとけよ。へえ、言うねえ。その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。あ、ちょっとちょっと、熱くなるのはいいですけど喧嘩はダメですよ。やるならレースの中だけにしてください。じゃあね、藤沢さん、一番くん。いやまあ見ての通りこの町のレーサーは個性が強くて、その分実力も申し分ないメンツが揃ってましてね。確かに癖の強そうな連中だったな。あいつらもそうだけど、どんな奴が参加してるんだ？そうですね、まずは代表経験もあるレスリング選手の直樹さん。そのパワーと反射神経は群を抜き、隙を見せたらその瞬間にカートごと崩されてしまいます。力士で前頭3枚目の浜の海さん、その圧倒的なパワーは他の追随を許さず、立ちふさがるライバルはみんな吹き飛ばしてしまうクラッシャー。直樹さんと浜の海さんは相当の爆弾と呼ばれ恐れられているんです。カジノでディーラーをしている愛さん、浜のスピードスターの異名を持つ彼女は直線勝負では敵なしですね。夫の給料のほとんどを自分のカートにつぎ込むマダムのマツコさん、近寄る者はカートだろうが嫁だろうが容赦なく妨害してくる恐るべきベテランドライバーです。彼女の加速力はなかなかのもので、愛さんと合わせてロケットガールズなんて呼ばれてたりもします。上場企業でバリバリ働いている商社マンのスグルさん、その卓越した分析能力でコースの隅々まで把握し最短ルートを駆け抜けるインテリレーサーです。かつて茨城を制覇した暴走族チームアゲポヨのリーダーアキラさん、神奈川進出の足がかりとして参加しているみたいです。バイク仕込みのテクニックが素晴らしく、
コーナーリングの美しさと攻撃の残酷さに思わず言葉を失ってしまいましたよ。超攻撃的レーサーで極道のジンさん、彼が走行した道にはペンペン草すら生えないと言われています。スグルさん、アキラさん、ジンさんはドリフト三重師とも呼ばれ、女性ファンも多いですね。最近エントリーしてくれてるレーサーたちはざっとこのくらいでしょうか。強い相手ばかりだけど頑張ってくださいね。メンツ濃いな。このレーサーたちの中で勝ち上がることができたら、全国でもトップレベルの実力が身につくはずです。頑張ってください。なるほど、よし、一応やってみっか。それじゃあカートで走りたくなったらいつでも声をかけてください。エントリーお待ちしてます。ああ、わかった、また寄らせてもらうぜ。ドラゴンカートか、なかなか楽しませてくれそうだな。時間ができたらまた来てみよう。彼ならあるいは俺を楽しませてくれるかもな。
皆さん、こんにちは。アニマルダイサーカスです。今日はここ、浜北公園にやってきました。ショーが始まるまでの間は、出演する動物たちと触れ合うことができます。みんないい子たちなので、ぜひ仲良くなってください。へえ、動物と触れ合いか。こちらは熊のカトリーヌちゃんです。手を伸ばすと握手をしてくれるんですよ。よろしければ写真もお撮りしますよ。いかがですか？熊と握手って危なくないのか？大丈夫です。カトリーヌちゃんは特別な訓練を受けておりますので人に慣れているんですよ。曲芸はもちろんファンサービスにも抜かりはありません。今日も移動中はずっとおとなしくしててくれて、性格もとっても穏やかなんです。子熊の頃からこの私が面倒を見てたんですよ。だから私の言うことはいつも聞いてくれて、これが通じ合うってやつなんですかね。ちょっと今お客様とお話ししてるんだから後にして。どこまでお話ししましたっけ。ああ、そうそう、カトリーヌちゃん、ぜひ触れ合っていただいて、よろしかったらこの後のショーも見ていっていただけると嬉しいです。ちなみにカトリーヌちゃんは外に出たりもすんのか？いえ、さすがに外には出しませんよ。外は刺激が強すぎて興奮させてしまいますから、あくまで檻の中だけです。まあちゃんと鍵がかかっているので心配はないですけどね。そうそう、ちょうどこんな鍵で。あれ、これカトリーヌちゃんの鍵？カトリーヌちゃんが外に！カトリーヌちゃん、お願いだから檻に戻って！全然あんたの言うこと聞いてねえじゃねえか！何一つ通じ合ってねえぞ！あなた、お願いします。なんとかカトリーヌちゃんを檻に戻してください。え？俺？無理に決まってんだろ。あんたの方がこいつと付き合い長いんだから、なんとかしろよ。無理。そもそも人間が他の生き物と分かり合おうとすること自体、とんだ思い上がりだったんですよ。こいつ、相当混乱してんな。こうなったら、もう力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから。このまま街に出たら、もっと危険です。んなこと言ったって。くそ、やるしかねえか。私の番ですね。誰の番？かかってきなさい。泣きなめ。ほら来いよ、痛い目に合わせますよ。
強くなった。さっさと檻に戻りな、カトリーヌ。すごい。カトリーヌちゃんがおとなしく檻に。だが、とんだフレアイベントだったぜ。本当にありがとうございました。あのカトリーヌちゃんが私以外の人の言うことを聞くなんて驚きです。いや、あんたの言うこと全く聞いてなかったけどな。でもこれで無事ショーができそうです。これはお礼です。受け取ってください。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はこのアニマル大サーカスで団長を務めております安田と申します。俺は春日だ。あんた団長だったんだな。団長といってもスタッフも少ない小さなサーカス団ですけどね。この子たちを連れて全国を回っているんですよ。全国？サーカスって大きな街での開催が多いじゃないですか。でもなかなかそういうのに行けない地方の子供たちも多いので、こうやって移動しながらショーをやっているんです。私もそんな子供の一人だったので、初めてサーカスに連れてってもらった時は嬉しかったな。そういう喜びを一人でも多くの子供に体験してほしいんですよ。まああんまり儲かってないんですけどね。それでもできる限り頑張りたいなって思うんです。そうか、頑張れよ。そうだ春日さん、もう少しでショーの時間なんですが、カトリーヌちゃんの芸を堪能していきませんか。なかなかのものですよ。いや、俺はさっき十分堪能したから大丈夫だ。また変に刺激してもあれだしな。そうですか。それではまた今度日を改めてぜひお越しください。次はカトリーヌちゃん以外の動物も登場しますので。ほう、そいつは逃げたりしねえんだろうな。大丈夫ですよ、私によく懐いてるいい子ですから。それならいいんだが。じゃあ俺は行くぜ。もう逃がすんじゃねえぞ。はい、ありがとうございました、春日さん。やれやれ、ひどい目にあったぜ。あのサーカス団、またここでショーをすると言ってたな。なんとなく気になるし、今度来てみるか。まあ、ご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊んでるほど暇じゃねえんだ。また今度な。待って、待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。このドラゴンカートは。違うって何が？平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台にスリリングなレースを繰り広げるのが。どうして？初めてだ。お先に失礼。早いじゃんか。小さい高速で成り上がるぜ。痛くねえならおとなしく観戦してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから覚悟しとけよ。へえ、言うねえ。その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。
ちょっと熱くなるのはいいですけど、喧嘩はダメですよ。やる。よろしかったらこの後のショーも見ていっていただけると嬉しいです。ちなみにカトリーヌちゃんは外に出たりもすんのか？いえ、さすがに外には出しませんよ。外は刺激が強すぎて興奮させてしまいますから、あくまで檻の中だけです。まあちゃんと鍵がかかっているので心配はないですけどね。そうちょうどこんな鍵で。あれ、これカトリーヌちゃんの鍵？やー、カトリーヌちゃんが外に。カトリーヌちゃん、お願いだから檻に戻って。全然あんたの言うこと聞いてねえじゃねえか。何一つ通じ合ってねえぞ。あなた、